者さんのつぶやき。どうもこんにちは、小池デンタルクリニックの小池秀幸です。今日は4月っていうことでね、開院してここが2年目を迎えるって形になってきます。で、うちでね、開院してこうやってきてることっていうので、一つ聞いてほしいことっていうので言えば、カウンセリングっていうことをこう重視してるという。これカウンセリングどういったことをやってるかというと、歯医者さんの治療どういったことを行っているかっていうことについてお話をしていってます。皆さんね、銀歯、そしてまあ、白い詰め物であったりとか、ブリッジ、入れ歯、いろんな治療を受けられますけれども、それぞれの治療の利点、欠点、そしてコストパフォーマンス、いろんなものがありますけれども、みんなね、何かこう家電製品を買おうとか洋服買うとか、そういった時にはちゃんと知識を身につけて、それからこうお買い物をするっていう場合が多いんですが、歯医者さんの治療に関して言えば、保険の治療、保険外の治療、いろんなものがあるっていうのをこう知ってるんだけれども、じゃあ実際それがどういった形で行われている治療なのか、その治療のメリットデメリットはどこにあるのか、その治療をした結果それは長持ちをする治療なのか、それとも長持ちをしづらい治療であるのか、そういったことを分からぬまま治療をこう受けている場合っていうのはこう多いと思います。なので、そういったことに関してね、どうしてもこう患者さんが分からないままに治療を進めていくっていうのは僕はあまりどうかなと思うので、治療説明っていうことに関して、1時間ぐらいはね、少なくともお話をさせてもらってます。これには患者さん自身のお口の中の説明っていうのだけではなく、歯科の治療っていうものでどういったことをされてるかっていう簡単なこう講義みたいなものではないですけれども、そういったものも含めてます。そして、そういった説明をする中でお口の中っていうのがいかに複雑な環境か、治療が、どうしてそういった多岐にわたってるのか、そういった中でのメンテナンスの重要さ、それをこう分かってもらって結果としていい口の中を保っていく、そういった心のね、こう変化っていうものをこうつけていってほしいと思って、そういった説明にね、長い時間をかけてます。まあこういった結果としてね、お口の中にすごく興味を持つようになりましたって言われる患者さんがやっぱりこう幾人も出てきてます。特にね、うち治療の前後とかで割とこう、ビフォーアフターっていうような形でお口の、治療前治療後のそのお写真を撮って、そちらの方をお見せして比較で分かりやすくね説明していくんですけれども、そういったところでもね、患者さんがただ来て口を開けて帰ってるんじゃなくって、自分のどこがどういう形で治ったってのをこう理解して帰っていくっていうことでね、喜ばれるっていうところもあります。そして最終的に例えば初診に来た時と、終了時にまたこう一通り写真を撮るんですが、その写真をね、写真のデータくださいって言って USB のメモリーとかね、そういったも持ってこられる方もいます。そういった写真はね、無料で差し上げちゃってますんでね、まあ、うちに来られることがあればね、治療前治療後っていう形での写真っていうのはね、お見せもしますしお渡しすることもできますので、興味があればね言ってください。で、そうすることでやっぱり自分の口の中の変化っていうのを自分で自覚することで、初めてやっぱりそのこう自分の口の中のモチベーション、歯を磨くってことに対する意欲っていうのがやっぱり変わってくると思いますので、ぜひね、興味があったら、僕のとこのカウンセリングを聞きに来ようという形でね、足を運んでくれればいいかとは思います。それではこの辺で失礼いたします。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。